はい、どうもこんばんは、シルビーで、こんばんは、こんばんちは、シルビーです。やばいっす、何がやばいって間に合わない、間に合わないんで、とりあえず思いつく限り適当に入れてしまうって感じですね。とりあえず前回の続きですぐ始まってしまいまして、機体を変えている時間がなかったっていうね。そんなもんで、ドムキャノンはまあね、鉄板なんでね、今回若干F 狙撃がリストラされました。でゾックもリストラされました。ゾックはね、いい機体なんですけどね、なんかマップを選ぶ気がします。あー、これしょくて、これかな。あー、そういえばギャンもいるんですよ。ギャン、そういえばね、8月7日のアップデート、アクト2アップデートでギャンの仕様が変わりまして、ギャンとゾコクは変わったんですけれども、ギャンは特に結構変わってまして、ミサイルの弱体化、お、かっこいいですね、これね。と、格闘が当てづらい格闘だったんですけど、あれが横投げになりました。それプラス、ニードル、ハイドロポンプが、結構の弱体化、特に範囲に弱体化が入ってます。お、アスパラガスっていう噂の、緑ギャンですね。そういえばギャンの金は結局出ませんでした。まあそういうもんなんでしょう。縁がないと思った方がいいです。逆にね、ザク 2FS が今更金が出てくるっていう、どうしようかなと思ってるんですけどね。作ろうか。ただザク 2F でいいような気もしてて悩ましいんですよね。悩んでおります。そう、個人的にゲルグがね、もう一機あるとね、いいかなとは思ってるんですけど、ただそれは難しいんですよね。お金との兼ね合いです。マニマニマニーです。そりゃ当たってくれればいいんですけど。おお、何食らった。おお、グレか。失敗しちゃいました。これレースゲーでした。でまあ完全なレースゲーですね。どうなることやら。今なんで直撃じゃなかったのか。悔しいですね。際どいですね。レース、完全なレースゲーになってますね。ちょっとやめて。Y50% 以下。ああ、際どいですね。際どい試合が展開してますね。B ミリ。じゃあ B 突っ込むしかないですね。じゃあこれね、3ですかね。しかし相変わらずオールラウンダーの弱点ですね、これね。起動の遅さで、まあ、ストライカーを強襲2機入れるとね、ストライカーがつくんですけども、やっぱその流動的に動く場合はストライカーがない、ストライカーボーナスがないときついかなっていう気がしてる敵がたくさん見えたんですよね。普段それで慣れすぎてるっていうのがあるんでね、っていうのが大きいと思います。鬼、親の仇、鬼の仇。なんだ。さーて行ってみましょう。ロックオンされちゃいました。あれ、味方に当たるな、やっぱり。あー、もったいない。さあこれ X に来ますね。しかしですね、ここで一つ問題が発生しております。
こいつしかいない。どうしようかな、迷っちゃうな。とりあえず使ったものの、上にいるってことですよね。やらせはせん。お、素晴らしい。ライトアーマーやらせません。みんな突っ込みますね。素晴らしい突っ込みだと思います。とりあえず置いとくかみたいなね。あ、壊された。あーち、お互い様の状態ですね。そういえばレーダーじゃなくてって感じでしたね。レーダーだと思ってました。さて際どい試合ですね。どうしますかね。あ、このリペアのね、速さはいいですね。起動の速さはね。まあちょっとリペアでね、しばらく時間を稼ぎましょう。なぜなら全部ね、他の機体があかんので、時間切れ、時間がないんでね、再出撃中なので。さてさて、割と熱い試合になっております。接戦ですね。さあ、あれ届くかな。ちょっと前だと飛んない方がいい。 F2 型ですね。あのドラムみたい、ドラムっていうかトランペットみたいなの持ってるのは。よし、それと、次は、なんかリペアが多いですね。これ2から来てるよ。ここ戻った方がいいな。うん、2から来てる、間違いなく。核が来てなきゃいいですけどね。チャット見る余裕がないんでね。お、ゾゴクがいましたね。だいぶ減ったと思うんですけどね、ゾゴクがね、弱体化によって。リペアでも突っ込んじゃうっていうの、このリペア魂を見せてやる。リペア魂を見せてやる。リペア魂を見せてくれるわ。これがリペアだ、これが支援機だ。一体などこがだっていう。絶対これあ、リペア機ってこう、ワーカーってこういう機体じゃなかったでしたっけ。あ、違った。いや、いいですね。ワーカーって突っ込む機体だと思いますよ。低コストですし、マシンガン割と強いですからね。マシン、しかもやっぱ低コストってのは大きいと思います。本当にコストが安い。なんでね、今みたいに上位コスト、一番最低コストなんでね、上位コストを倒せばそれだけゲージ的にも得ですし、タンク、特にね、似たような方でザクタンクですよね。ザクタンクも最低コストですからね、50で、しかも硬い、焦げない、美味しいみたいなね、安い美味しい、うまいみたいな、ただ遅いっていう、若干ね、デメリットがはっきりしてる感じですね。
お、素晴らしいですね。決めてる。俺てっきりあれです、決まってないのかと思って、どっか適当でやったのだったら素晴らしいですね。いやー、イケメンです。イケメン、イケ角。しかし鉱山かみたいな。この戦闘の戦績報告です。トゥトゥトゥ、個人評価の報告です。あっという間に終わってしまいましたね。やっぱり鉱山は昔からあれですね、レース軽食が強いですね。お、すごいモジュールばっかですね。あ、レア素材アップだとモジュールが増えるんですね。なるほどね。というわけで、あっという間のオールラウンダー鉱山都市でした。何気にとりあえず間に合わせで入れたリペア機支援ザクワーが大活躍でしたっていうわかんないもんですね。おー早いな。次行っちゃいます。2試合行っちゃおうか、せっかくなんでね。まあまた鉱山じゃなきゃいいんですけど、なんか流れとして鉱山の予感もしますけども。ここで緊急速報です。タン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 。あ、宇宙だ。宇宙ですね。ちょっと裏で、あ、ちなみに宇宙こんな感じで今やっております。あ、どうしようかな。あ、違う違う違う、これは違う。やばい、あと15秒。まだ落ち着け落ち着け、大丈夫だ、まだ大丈夫。これでオールラウンダーになりましたね。初ギガンタもちょっと入れてみようかな。いや、っていうのもオークを使いたかったんで、オークを絡めるとなかなかね、こんな感じになっちゃうんですね。作戦時間内に敵機および敵拠点を可能な限り多く破壊してください。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。よし、これでソロモンです。そういうわけで、久々のソロモンですね。昨日だか一昨日、昨日は割とソロモンが多かったですね。いい感じになってますね、出撃シーンが。そう、ソロモンも、ただね、ソロモン変わってる点というのは、グレネードが今回、8月7日のアップデートで全体的に火力と範囲が上がってるんですね。それで、ここで、グレネード、特にライトアーマーのグレネードが結構痛いですね。だから、Z や、こっちで言うと Z や、左側で言うと C のところで、ライン戦というかですね、押し込まれるとかなりきつくなりました。なので、ここは、こっち側は取りつつ、ここで言うと8番を取られないようにですね、動くことが大事。ただ、初動がね、今の流行は、初動が、北を A を壊す、あっちだって X を壊す、これ壊されてしまうと非常に劣勢です。なんでね、ちょっとその辺だけね気をつけて、迅速に戻れたら戻ろうかなと思ってるんですけども、オールラウンダーなんでそうもいかんですね。まあだからさっさと壊して、お、これジムの突撃手ですね。あ、なるほどね。戻っていた方がいいな。だけどここは壊しましょう。前これで中途半端にやっても壊せなかったっていうパターンなんでね。突っ込みましょう。
ここはもう壊しておく。ただねこれ X 壊せるのきついんですよね、非常に。どうしたものか。ここで B を結構削れればいいんですけども、敵も B 来てますね。おっこ、おっこのパワーを見せてやる。なんかテンション高いですね。まあ一人ぐらいは入れさせても。レーダー故障しました。オッゴは、私はオッゴは素晴らしい火力機体だと思ってます。どういう点で火力機体かというと、ミサイル系を2、ミサイルっていうかバズーカ系を2連打撃ってるんですね。見てわかると思うんですけど、今矢印自分手で押して右下に62っていうのが6連のロケットランチャー、これね赤にください。赤にくださいとバズーカが持てると、これね赤にください。大事なことなんで何度も言います、赤にください。いや本当に欲しい、そうなんです、本当に欲しいんです。7踏まれんな、こいついいですね。あーダメですね、あっという間に戻るんで。8は取られちゃまずい。8は取られるとまずい、8はまずい。8はまずい、8はまずいっすよ。Z 超来てるし、これまずいっすね。これ何、地雷、地雷か。うん、8は取られちゃまずいんですよ、なんで取らせたし。悔しいですね、あれは絶対取られちゃダメなんですよ、こうなるから。こうなるともう本当に押し込まれますからね、特にグレネード強化されたんで、ちょっと出てるところで攻撃されちゃうんですよ。これこの展開まずいですね。しかもエースに構ってる場合じゃないから。ここはオゴで、オゴで押していきます。オッコは重要です、みんなオッコをガンガン使うべきです。オッコでああやってどん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 前線押せるんで、火力はそんな高くはないですよ、だけども重要です。ギガンか、攻めた方がいいかな、なぜなら砲撃打てないからな。もうこうなると攻めるしかない、あの状態でいっても多分無理です。8は取られちゃまずいんです、絶対取られちゃまずい、まあ、もう今更なんですけどね。もう抑えきれないですから今この8は、8取られると。そうあれはふ あ, あの個人的には、あまあただね、うん、攻めづらいんですよ、攻めそのグレネード何なんですかね、ライン戦をするよりもむしろ前に出るべきなんです。そうしたらグレネードの、結局ジオンのこのもったいない点は相手の土俵で戦ってるんですね、相手はグレネードで中距離から撃ってればどん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 前線上げられるわけです。こっちはそれがないのでその距離で戦うと押し込まれるのが分かってるんです。ただ、それをやってしまっているのが非常にもったいない。だから突っ込んで距離をね、近づけるといいんです。うん、これ厳しいですね。まあ、ただこの分だけ人こっちに持ってこれてるっていうのを見ればありなのかもしれないですけども、燃えてるっていう、まあこれ仕方ないですね、行くしかない。そう、 Z からじゃなくて補給艦から行った方がいいんです。バカ正直に
あれは行くべきではないです。挟み込めばいいんです。そういうね、ちょっとね、ちょっとした工夫があるだけでだいぶ変わるので、ぜひね、こうやってちょっとだけでね、の工夫でいけるので、Z から結局 Z を縦にするぐらいだったら行かない方がいいです。マジで相手はこれで一気にガーっていけばいいんです。連邦はそれができる、ジオンはそれができないので、だったらばやるしかないんですよ。こうやってぜひですね、ちょっと工夫してほしい。この展開まずいです。過去何度もこのパターンでやられてるので、みんな分かってるはずなんですけどね、なんで Z に出るのか悔しいですね。俺自分ではどうにもならないですかね、人のプレイは。どこで突っ込めばいいんや。絶対そうなんです。前に Z を縦にするのは、まあもう無視いくしかないですね。これは仕方ない。多分無理なんで。あれは呼吸管？あ、味方の呼吸管ですね。ここはビームコーティングでね、ファフなんでね、相手の武器が。ビームコーティングだとしっかり防ぎますから。いいっすね。プロガンだらけですね。ここはしっかりと取っていきたいですね。敵は補給艦に釣られているので、ロックオンされたんですね。あー危ない。取りましたね。ちょっとまずいですね。しっかり倒しておきましょうね。ほらやっぱり壊されるんですよ、あのパターン。学んでほしいですね、いい加減。あれはやれるんで。しかも Y もリペアがないですね。これダメだな。そうだから、こうなると最初に南へ行くならば、必ず8は取られちゃまずいです。北に行くなら、北はあんま関係ないので、後からでも。だからそれは結構戦略として絶対重要なんです。だからみんなはそれのリスク、反撃されるリスクがあるんで、最初に北とか南、だから敵は X 来ましたよね、をやったんですね。なので、結局、このパターンになってしまったっていう、ジオンの典型的な負けパターンですね、今回ね。これは。ジオンに限らずなんですけども、あのライン戦でなかなか前に出るっていう、このゲームは前に出た方が安定します。いろんな点で敵の見えない、あ、後ろから撃たれてんな。狙撃ですね多分。あ、違った。なんでね、ぜひね、ちょっと、この動画をもしジオン軍で見てる人がいるんだったら、そういうところも意識して動くといいのかなっていう気はしてます。意識して動いてほしいなという自分的な願望も含まれてますね。結局あれですね、ポイント
的な部分で絡んでくるっていうのもあるんでしょうね。ただあんま変わらないで、もう今更そこを気にしないでほしいです。ぜひとも。さて20秒ですね。なかなか遠いですね、この気筒。やっぱりこの高コストを使う場合、気筒を上げるかないしは、ストライカーボーナスを使うっていうのは重要だなとしみじみ感じるところでございます。しっかりとね、雷雲に戦っていては勝てんぞ。声をまたちょっとイメチェンしたいですね。お、当たりましたね。これで最後いけるのかなって感じですね。あれで4いったら素晴らしいですが、ここも取っちゃったんでね、どうしようかなって感じですね。一応入り込めた。あ、これはいけるのか。やっぱりちょっと足りなかったですね。そういう意味でちょっと戦略が失敗というところでしょうか。あ、自分もね、もうちょいあのチャットしないでそのまま戦ってればよかったですね。失敗した、あれがちょっと失敗です。そのまま行けばよかったと思いましたね、今だったらね。悔しいですね。ちょっと悔しい試合でした。お、でもたまりましたね。この8月7日からのアップデート記念、マスチケが3枚当たるっていう、これ非常に私としては嬉しいんですけども、とてもありがたいですね、マスチケ。ただ今使う機体がザク 2FS って感じですね。悩ましいですね。悪党ザクが金出てくれればね、即やるんですけども、残念ながら今回悪党ザクはね、いないんでね、ちょっと悩んでます。ちょっとね、悔しい2戦目でした。そんなわけで、2戦連続でちょっと長くなってしまったんですけれども、この辺でね、一度切ろうと思います。それではどうもありがとうございました。